はい。皆さん、こんにちは。パトリオットテレビの時間です。キャスターの田村です。どうぞよろしくお願いいたします。今日のゲストはですね、何と言ってもですね、今、新型コロナウイルスの問題で、通してます、中国問題についてですね、日本で一番最も見識のあるですね、遠藤誉先生に来ていただきましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それで、早速本ですが、遠藤先生はですね、日中と習近平国賓ということで、俵総一郎さんとの対談本を出されましてですね、まあ、これが非常に反響を呼んでいると、まあ、いうことで、まあ、習近平を国賓として招くべきではないと、まあ、いう主張を展開されてますので、この本をですね、皆さんぜひお読みいただきたいと、まあ、いうことでございます。どうぞよろしくおあ、願よいいろたしくおし願まいいたす。します。ということでですね、もう今日は早速ですね、中国の新型コロナウイルスの問題なんですが、今いろいろやっぱり議論になってますけど、一体これはですね、原因は何なのかということでですね、まあ一説にはですね、これはまあ、動物がですね、変異して、自然の動物が変異して、それを起こったんだという説と、それからもう一つは、まあ、いくつかあるんですが、それは、まあ、変な話でですね、アメリカが作って、それで中国にこれをですね、撒いたとかですね、あるいは武漢の、まあ、研究所でですね、まあ、研究をして、それがその漏れたと、まあ、最近特に言われてるのは、そこで動物実験してますけど、普通それをきちっと処理しなきゃいけないのがですね、どうもそうじゃなくて、それをその市場に流していたと。だからそれからこの問題が出たんじゃないかということでですね、これは自然が変異したのか、あるいは人工的に作ったのか、その辺のところをですね、まずズバリ遠藤先生にお聞きしたいと思います。はい。そうですね。まあ、いろいろな可能性っていうのは、その全面的に100%そんなことありえないというふうに否定するものではございませんけれども、しかし、最も大きな要因としてはですね、やはり海鮮市場に、武漢にあります海鮮市場にですね、野生動物が110種類以上売られていて、まあ、それを食品として食べるということでですなんね、かパネル今日ね、そうおな持んちでしす。た。このようにですね、その武漢の海鮮市場で売っている野生動物の価格表っていうのがございまして、これは実際にあるものを、すごいですね。そうですね、中国のメディアが撮影して、それをまあネットに載っけたものですから、まあ、中国中でこれが大騒動になっているんですけども、まあ、この中には本当にとても考えられないような、そのクジャクだとかですあ、ね、クジャク食べていいんですか？いやいや、もちろんいけないんだと思うんですけれどもね、コアラとかですね、コアラも食べちゃう。そうですね、オーストラリアの人はそどう、怒っちゃうう、ね。怒ってしまうでしょうね。コアラまあ、です。そうですね、もう110種類以上の、ものがあって、これはですね、実は、2002年に発生して2003年に大流行した SARS。SARS ありましたね。SARS の時もやはりその野生動物からということでですね、広東省でしたが、それ以来いろんな規則が作られて禁止されてるんですよ。本来は、本来は禁止されてるにもかかわらず、まあ、習近平政権はですね、盛んに法治国家、法治国家というふうに言っておきながら、実は17年間も野放し。野放し、実際上、まあ、経済的な効果がある、みんなが喜んで食べるものですから、だから、まあ、そちらの方を重視して、全然取り締まりを行わなかったと。したがって、まあ、習近平さんがですね、法治国家であるというのに、この野生動物を、取り締まるということに関して、非常に怠慢をしていたということが、やはり非常に大きな第一の罪でありですね、かつ、これを隠蔽しようとした、その武漢市の政府、それはなぜかというと、まず野生動物は食べちゃいけませんよ、売っちゃいけませんよというふうになっているのに、それを売買して食べているので、そこに違法性、犯罪性があるわけですね。したがってそれだけでもう捕まってしまうという可能性があるので、逮捕されないようにするために隠蔽したというのがまず第一にございますね。なるほどね。一番最初に。なるほどね。
それであれですかね、この人工的にこの作ったと。例えば、武漢のウイルス研究所と。その辺のこう関係性みたいなのはどんな感じですか？そうですね。まあ、確かにね、間違いなくその、海鮮市場の、近くにですね、うん、そのウイルスの研究所があるのはあるんですね。うんうん、で、そのウイルスの研究所で、まあ、使った実験動物、うん、それをその、売ったというか、そこでまた商売をしたというようなことも、うん、まあ、話として流れてはいますけれども、うん、そこのところの信憑性っていうのは追跡しないと、うん、それが間違いなく正しいというようなことはなかなか言いにくい。うん、可能性を完全に否定するものではないですけれどもね。うん、ただわざと何かその、うん、ウイルスを、まあ、撒き散らすようなことをやったということは考えられないですね。うん、ね、誰のためにもなりませんから ね、 自分自身だってうつるわけですしね、うん、自分の家族にだってうつるわけですから、まあ、それはちょっと考えにくいんですけれども、うん、それからアメリカ側っていうのもこれはちょっと、まあ、陰謀論が好きな人が言ってるだけのことであって、ね、それはちょっとありえない話だと思いますね。うんうん、なぜかというと、これだけグローバル、チェーンの中でですね、うんうん、全世界が動いてるわけですから、うん、それは必ずアメリカにも、フィードバックしてきますから、うん、そういうことは、考えられないですね。うん、それよりもやはり、この野生動物を売っている、うん、110種類もの野生動物を売っているこの海鮮市場、うん、でここはすぐ閉鎖されましたし、あ、なるほど、ね、でほとんどの、人は初期はですね、うん、その海鮮市場で働いていた人たちが肺炎にかかってますので、うん、だから医者たちがですね、武漢の病院 の、 医者たちが、うん、気をつけろと、海鮮市場に行くなよと、うん、で海鮮市場に行ってない人も移り始めているので気をつけろというようなことをこう言い始めてるんですね。で、初っ端がそうですので、うん、出始めが、うん、最初の患者が、うん、それはもう間違いなく海鮮市場が、うん、まあ、源であったということは考えられるかなというふうに思いますね。うん、なるほどね。それでもう今現在ね、感染された方がですね、もう7万人を超えちゃったと。そうですね。亡くなられた方もですね、もう1700名以上になったと。はい、まあ、よくで、またこれから日一日と増えるんだろうと思いますけれども、この数字の信憑性とかですね、今後、まあ、増えると思いますけど、なんでこんなにこう、バーンとこう、増えるようになったんですかね。そうですね。ともかくそれは隠蔽体質ですね。まずその違法性があると、うん、野生動物に関する違法性があるというので、うん、武漢市の政府が隠蔽したということがまず一つ、うん、で次にですね、うん、そんなところで肺炎なんかをが、まあ、流行性のものが発生したということになったら、うん、武漢市政府にとって非常に、まあ、不名誉なことになるので、そうですよね。で、まもなくですね、その、全人代というのが開かれるということになっていたので、うんうん、全人代というのは全国人民代表大会で、そうですね、まあ、いわゆる日本の国会に相当したようなものなんですけれども、それが3月5日に、そうですね、人民大会堂で開かれる、これは毎年のことなんですが、うん、その前に、村レベルから始まって、うん、市のレベル、省のレベルと、うん、いろんなレベル、行政のその区分の小さな低いところのレベルから、うん、この了解っていうのをやるんですね。了解っていうのはその、全人代と政治協商会議、この2つが一緒にやるもんですから、うん、これを2つの会っていう意味で了解っていうんですけども、うん、武漢市の了解も、まあ、間もなく開かれるということでですね、それをそのつつがなくこなすことによってですね、うん、武漢は何でもなかったとちゃんとやってるっていうことを北京に見せたいという、うん、北京政府への忖度っていうのがあって、うんうん、いずれバレて、いずれ伝染し始めたら、大変なことになるだろうと思うんだけれども、そんなことを考えないでも、目先のことしか考えないんですね。うん、常に上が自分をどう評価するかしか考えてなくって、それによって民がどれぐらい大変な目に遭うかっていう、そういう視点、観点っていうものが全くないので、そういう考え方が全くないんですね。したがってともかく、武漢市の、了解を済ませて、それからその次に、湖北省の、うん、その上のレベル、湖北省ですね。湖北省の武漢市ですからね。うんうん、で、その湖北省レベルのこの了解っていうのもございまして、それをこう、つつがなく済ませようということで、1月12日から17日まで、武漢市で、この湖北省の了解っていうのを開きましてですね、間違いなくちゃんと了解が開けるほど問題は起きてないよっていうことをこう北京に見せようとしているわけですね。でところが1月のですね、実は5日にすでに上海の、まあ、こういうことを研究するセンターがですね、
武漢に、サンプルを取りに来て、ああ、12月の26なる日ほど。に武漢にサンプルを取りに来て、というの12は医者月。の間ではおかしいよっていうふうにこう言ってるわけですなるかほどら、みね。んながそれぞれね、まあ、上海でもそれじゃっていうんで、そのサンプルを取りに来て、でそれを精査してみたところですね、なんと、歴史上見たこともないような新新しい型、ね。コロナウイルスであるということを1月5日に言ってるんですよ。1月5日ですなよ。るほどね。ね。それなのに、それは患者はいたけども、もう問題は解決してコントロールされてるから大丈夫と言って了解を開いて、で17日まで了解を開いて、なんとその間に、新しい患者はゼロでありますという報告を出してるわけなんですね。嘘を言ったんです嘘をよ言ってるわけね。で、ね。北京に忖度してですね、こんなに大丈夫と言ったんだけれども、ところが19日になってですね、突然、浙江省の方で、また新しい患者が出たというのが発表されて、で、これはダメだというので、北京にあります衛生健康委員会、国家衛生健康委員会というのがあるんですが、そこが専門家チームを組んでですね、で、武漢に、派遣して行ったわけです行っね。たんですね。ところが、その時に行った場所が、政府に聞いてももう絶対本当のことは言わないというのは分かっているので、協和医院という医者同士は信頼してますから、まあ、病院に行きまして、その協和医院では人々感染がありますよということをもう医者の間ではずっと分かっていて、それを言ったので、この鍾南山という人がいましてね、鍾南山というのは SARS のもう84歳になられる免疫学の最高権威なんですけども、この方が、まあ、SARS の時もこれはおかしいっていうんで警告を出してなんとか食い止めようとした、すごい権威のある最高権威の人なんですけれども、良心的な人なんですが、まあ、この人がすぐさま19日にその武漢に行って協和医院というところで人々感染があるっていうのが分かったので、これはダメだっていうんです。その日のうちにパッととんぼ返りをして北京に戻って、そして大変ですというふうにして、まあ、北京を守っていたのは李克強なんですけれども、実は後でもう仕上げますが、習近平さんいなかったのでミャンマー行ってたのでね、そうですよね。そうなん旅行でに行すかね、れたんで旅す。行に行海ってた外んですね、ね、そうなんですね、外遊されててね。そう、外遊もしてるし、雲南の視察とかそもうだ行ってね。て、まあ、留守を守っていた李克強さんがですね、すぐさま、まあ、言ったんでしょう、習近平にね、雲南にいる習近平に大変だよってことを言っ大た変んでだ。しょう。それでまあそこで指示を出して、重要指示っていうのを1月20日に出して、そこで全世界が一気にこれを知るというところになったと。しかしもう遅すぎますよね。ところがね、WHO ね、世界保 WHO 健の。機構のね、そ事務総長う。ね、そで、彼がだから1月の23日の緊急会議でね、う。そう。それ緊急事態宣言を延期してるわけそうでなすんでよすよ。そね。の通りなんですそれでよ。30日になって、そう。だって初これめは大て、変だと。大変だということまあ、いうで、ことを、まあ、言っまあ、たわけですよね。言うわだけなから、んですけそうれいうども関ね。係性があるわけですそう、ね。そういう関係性があって、このテドロスさんというのは事務局長はですね、エチオピアの人で、エチオピアに対するその、投資で最もその、投資をたくさんしている国はもう圧倒的に中中国国ですで、よね。で、まあ、インフラとか鉄道そうのですね、いろんね。なインフラとか一帯一路のいろんな要衝でもあり、そういうそのインフラの85%は中国が持っているというような国ですので、まあ、中国に対する忖度ですね。これもまたやはり忖度なんですよね。緊急事態宣言を出そうとしているということは、日本時間の22日の午後8時に会議が始まるということは、日本でもみんなこう、それは報道されてるから、みんな知ってるわけですね。そう、22日の午後8時から、会議が始まるということは、武漢で言えば7時ですね、午後7時なんですけども、その時になんとか間に合うようにですね、まあ、習近平としては、武漢を封鎖しますと。だからこれだけその強烈な措置を取るので、大丈どう夫だかと。緊急事態宣言をしないでくれ延期してくる。というふうなるにテドロスさんにまあ頼もうとしてですね、しかし武漢っていうのはその領海っていうのをやっているだけではなくって、18日にはですね、17日まで、1月17日まで領海やったでしょ。で、18日にはですね、万華鏡という、
4万人の家族が、うん、万の家族が集まる宴っていうので、うん、晩夏宴っていうのがあるんですが、宴会ですね。宴会ですね。春節の宴会ですね。大宴会です。それを、大宴会をやっている、それをまあ、武漢市の市長が主催しているというようなことをやっているような、のんびりした状況なので、でね、とてもじゃないけど、封鎖しろっていきなり言ったって、うん、封鎖には、ただ警察が出ればそれでいいってわけではない。いなくてね、公安とかなんかじゃ、ね、だけじゃなくて、やっぱり軍が出なければならない、うん、武装警察が出なければならない、うん、でとてもじゃないけどそんなような心理的な状況でもないし、中にできないですよね、うん、そんなことはできる状況じゃないわけですね、うん、そこでギリギリ伸ばしてですね、22日の、うん、真夜中、うん、で23日の朝方の2時になって初めて、うん、封鎖をしますよっていう通知を出すわけですよ、うん、なるほど、うん、ところが通知は出してたんだけど、なんで2時になんて、真夜中の2時になんて出したってしょうがないじゃないと思うけれども、うんうんうん、それは、22日の午後8時から会議が始まるので、うん、ね、うん、それになんとか終わる、会議が終わるまでに滑り込もうと、うん、で、ちゃんと封鎖令を出しますよということを、まあ、WHO に知らせるために、真夜中にやるようなことをやったんですけれども、うん、しかし実際には実行できる状況じゃないのね、武漢はね、うん、先ほど申しましたようにね。したがって実際実行するのは23日の朝10時からなんですよ。うんうん、そうすると、真夜中の2時からこの10時までの間に8時間時間があるわけですね。うん、この8時間の空白、これどうするのかということでですね、うん、この8時間の空白というのは、そういうテドロスさんへの、シグナルを出すために、しかし現実の武漢はとてもじゃないけど、うん、そんなことができる状況ではないので、そこでこの空白の8時間が出たんですけれども、うん、この空白の8時間の間に、もう何十万という人が大変だと、このまま武漢に留まっていたらもう一切外に出られなくなるし、うん、自分たちはそのウイルスだらけのところに閉じ込められるかもしれないっていうんで、うわーっと脱出してしまったんですね。そうね、これが全中国および全世界に広まる原因を広まる原因をこの瞬間に作っちゃった。これはテドロスさんに対する習近平の、うん、要するにそのどうか緊急事態宣言を出さないでくれということをお願いするための方針のためのですね、うん、空白の8時間、うん、でその間に多くの何十万という人がもう出てしまったので、封鎖されちゃうと動けなくなっちゃう、動けなくなるので、ね、それが中国全土に渡っているのに、まあ、いきなり話は飛んであれですが、うん、日本は湖北省だけをその、うん、から来た人を制限したところで、うん、何にもなんないんですよ、うん、次に浙江省が多いからつって浙江省もじゃあ制限しましょうと言ってるけど、うん、そんなことしたって何にもならないの、中国全土にもう行き渡ってますので、うん、この人たちをどうやって防ぐかってなると、うん、もう中国全土から来る人たちを、うん、アメリカのようにですね、うん、全員一律、自国民以外は全員一律シャットアウトというふうにしない限り、うん、今度日本の中でパンデミックを起こしていくという結果を招くわけですね。うん、ですから、まあ、習近平さんに対する忖度、うんうん、習近平さんを国賓として日本に招こうという安倍政権のですね、まあ目的があるわけですので、したがってまあ全部シャットアウトしたら習近平が嫌がるだろうということでですね、それに対する忖度っていうのがあって、全部を中国から来る人を全部はシャットアウトしなかったために、今度は日本が第二の武漢になりつつある、なるかもしれないという非常に恐ろしい状況を招いておりますのでね、うん、まあ話がボンと飛んであれですけれどもね、うん、先生ね、ですけどやっぱりここに直結するわけで、なるほどね、でだからそこに行くとね、はい、WHO が1月23日では緊急事態宣言を延期してね、そうそうそう、でそれで30日になってようやく緊急事態宣言をやると、そうですね、で日本の場合はそういう国際機関とかね、まあ、国連とか、そういうものの、決まったことって意外と尊重しますからね。そうですね。だからそういうのを見てやってですね。ただその30日ようやく緊急事態宣言やった時にですね、テドロス事務局長はね、WHO は新型肺炎を制御する中国の能力に自信を持っているとか、そうそうそう、それから中国への渡航や交易を制限する理由は
見当たらないって言っちゃってるわけよね。これは最悪ですよね。まず最悪で、なんで緊急事態宣言をなんで習近平が怖がったかっていうと、緊急事態宣言を出したが最後、その国に対する渡航、およびその国との貿易は全部シャットアウトですよというのが緊急事態宣言なのに、まあ、国際世論に押されてですね、テドロスさんは、中国の視察に行って、で、視察に行くので、まあ、皆さんちょっと待っててくださいなんて言っといて、武漢に視察に行くのかって言ったら、武漢に行かずに、北京に行って人民大会堂で、習近平とニゴシエーションをやってるわけですよ。それで自分はもう、緊急事態宣言を出さざるを得ない状況に追い込まれたと。だからどうすればいいだろうと。で、まあ、習近平さんとしては、それだったら、なんとかその、中国への渡航と、それからその貿易、これを禁止するってことだけはしないようにしてくれという骨抜きの緊急事態宣言を出すに至ったわけですよね。だから周りの国なんてのはやっぱり対応がやっぱ早かったですよね。まあ、北朝鮮とかロシアとかね。そうですね。台湾なんかも早くて。早い。で、あとまあシンガポールだって、まあ中国の滞在歴がある外国人の入国と、乗り継ぎを拒否と、中国人のビザを発給停止と今もそうなってますしね。あとベトナムもそうですよね。そうですね。同じようなことを。で、インドネシアも似たようなこと。あとフィリピンなんかももっと、強烈ですよね。厳しいですね。まあそんなようなこと。まあカンボジアだけはね。そう。緩いわけですけど。これもまた中国との関係なんですね。そう、中国との関係があるので、ね、カンボジアのフンセンさんを、ね、中国の関係中国に呼んで、そしてほらねと。エチオピアみたいな関係ですね。そう、エチオピアと同じですね、カンボジアっていうのはね。そこらですよね。そうですね。で、まあ、あとはまあ、特に中国と日本の関係もそうですが、まあ、僕はまあ、憲法の、今回も本書いてるんですが、憲法にね、有事のこと、あるいは国を守ることはね、一切書いてないんですよね。はい、だから緊急事態状況ないもんだから、なかなかそうやりにくいって、それもまあ一つね、どうしてもあるわけですよね。だから今回なんかでも武漢からね、チャーター機でこう連れてきたでしょ。二人の方がね、検査は嫌だっつってね、言ったこともあったわけだからね。そうですね。だから、ね、だからなかなかね、そういうこともあるもんですから、日本政府としてはね、なかなかこの強権発動に、をやるってことについてはね、スッとこうやる、なかなかね、できない、そういうシステムというかね、体制になってるんですよ。そうですか。残念ながらね。こんな人命に関わるようなことに関して、憲法をどうこうっていう問題ではなくてですね、それ以前の問題として、こういう危機管理の問題として、やはり総理大臣とかですね、あるいはその国会においてですね、やはりそういうその緊急事態にどうやって対応するのかっていうようなものがなかったら、臨時のものでもそういうもので動けるシステムになかったら先生おかしいんじゃないですか？おかしいけども現実はそうなんですよね。だからこういう本部なんか作るときにね、どこの国でも国家全体の話になるでしょ、そうすると国防省な国防省ボンと入れてね、全体を見るようにこうしなきゃいけないんですが、でそれが日本の場合はちょっと横に置いといたりして、厚生省を中心でやるみたいなところがあったりするんですよ。よろしくないですね。いや、だからよろしくない。非常によろしくないですね。よろしくないんですよ。だから、そこのね、とんでもない話ですね、根源は、だからね、それはもう憲法にあるわけですよ。それは、その憲法を無視してやれっていうわけにはなかなかいかないんで、だそこらがね、難しいところがやっぱりね、日本にはね、宿命としてあるんですよ。しかし、そしたらその湖南省から、のみを、の渡航者のみを、そのシャットアウトするというのが、まあ次、浙江省にも、入れるというようなことになりましたけれども、そういう徐々に他のところも増やしていくっていうことは、これは可能で、ということになるんですか？それはもう、そういうことになれば、どんとやるようになりますよ、だんだんね。一つずつ増やすんじゃなくて、一気にこう、アメリカのようにですね、一気にパッとシャットアウトするというようなことができないということですか？それは、やろうともできますけれども、ただ、その、今の状況ね、そういうものをやっぱり勘案すると、なかなか一気にこうやると、やっぱり世論の方もね、やりすぎじゃないかとかね、そういう意見もやっぱりね、懸念されるもんだから、今になれば相当こういう状況になればね、やれるでしょうけど も、でもだから初期の頃はね、なかなかできないし、さっきも言ったように WHO王ではね、そういうこと言ってたわけだから。でも反乱、WHO の、テドロスさんが、エチオピアの人がですね、あれだけ習近平に忖度していろんなことをやってるっていうのは目に見えて分かってるのに、
それに対して WHO の言うことをこう聞く。それはもちろんテドロスさん一人が決めるわけじゃないですよ。うん、ちゃんといろんなね、各国のね、うん、代表がいて、多数決で決めるんでしょうけれども、うん、最終的な議決権っていうのはこの事務局長がかなり強く持ってますね。緊急事態宣言に関してはですね。ですから、うん、まあ、そういう性格で今動いてるんだっていうことは目に見えて分かってるわけですし、うんうん、それからその、やっぱり、徐々にだんだん広がってきてパンデミックになりそうだからしょうがないからもうここまで来たからには浙江省も増やすなんていうようなごてごてに回るようなことではなく、やっぱりもっと今中国で何が起きてるかっていうのをしっかりこう現実を見ればですね、先手を打ってちゃんと日本の国民の命を守ることの方がよっぽど重要じゃないですか。いや、その通りですよ、ね。そうでしょ、なんか徐々に浙江省を今更その増やすというようなことをダラ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 やってたってしょうがないわけですよ。中国人留学生なんかも一気にバーッとまた戻ってくるでしょうからね。そういう時にどうするのかっていうことですよ。大学では対応できないじゃん。国がちゃんと言ってくれないと。難しいですね。そうですね。まあ、それで、はい、まあ、だからもう最近もですね、ここに来てトントントンといろんな問題が出てましてね、例えば芸能界で嵐がね、北京の公開、北京公開をね、4月にあるやつをこう断念するとかね、それから23日に両国の国技館で5000人の 大工のコンサート、それを中止するとか、それから横浜のカメラの展示会、それももう中止するとか、で神奈川県の三浦市のですね、国際市民マラソン中止だとか、まあ、いろんなのが起こってましてね、それから天皇誕生日の23日の一般参加、これも中止になったと、はい、まあ、いうようなことをですね、それから東京マラソンの一般出場、それを取りやめと、まあ、いうことにもうこうなってきましたから、はい、それやっぱり他の国がね、きちっとやってる措置を、やっぱりきちんと日本政府としてもね、決断をして、取っていくと、いうことは必要だと思うんですけどね。そうですね。それをあらかじめやらなきゃいけないんじゃないですか。こういう状況になったからっていうんで、後手後手になって、これも中止しましょう、あれも中止しましょう、ではなく、もうすでに私たち一体どういう感染経路で、移ってるのかがわからないから、今私ここに、参る時にもタクシーに乗ってきましたけど、はい、タクシーの運転手さんが本当に大丈夫なのかと、内心、悪いけど思ってしまいますよね。で、タクシーの運転手さんは、この乗客は大丈夫なんだろうかと、お互いに。でビクビクしていてね、お互いにそういう交通機関も使えないというような状況まで私たちを追い込んでいったというのは、やはり一番最初の、初動の判断が、私はあまりに甘すぎて、中国で今何が起きているのか、WHO の事務局長のテドロスさんと習近平さんとの関係がどんな関係であるかというようなことをですね、きっちり、安倍内閣としてはですね、政府としてはですね、きっちりそういうことを厳しくバシッと判断して、先に手を打っていてくれないと、国民の命を守れない、で、おまけにですね、これ全世界をこんな恐怖に陥れている、全世界がそうですよね。私なんかだって日常生活でどうしよう、買い物行っていいかしらとかですね、タクシー乗っていいかしらとか、年を取った人間は本当困りますよね。そういうような状況に日常生活をこう追い込むような、全世界に蔓延させるようなことを作ったのは習近平ですよ。誰がどう考えたって、習近平さんが、あんだけ厳しい言論弾圧とか、一党支配体制を、推進していなければですね、まあ、武漢市の、役人もですね、あんなにまでその、上の方ばっかりを見て、北京ばっかりを見て忖度するという必要もないし、それから何と言っても、12月30日に、話はちょっと時間軸は戻りますが、12月30日にですね、武漢市の病院のですね、お医者さんである李文亮さんという人が、これはまずいよと、どうも、海鮮市場にから肺炎の患者が出ているし、それからこれは SARS の時のコロナウイルスに非常に似ていると、類似のものだと、みんな気をつけろと、で、人々感染をするよっていうことを彼が言ったわけですよ。その、グループチャットで書いたわけですよ。そしたらすぐさま摘発されたの。公安が来て、彼は、まあ、警察にですね、拘束されてですね、二度とこのようなデマを言いませんと、社会秩序を乱すようなデマを私は二度と言いませんということに、こう、サインさせられてですね、
そしてそこまでして言論を封鎖したわけですよね。でこれは明らかに武漢市が、うん、言論を弾圧しようとしたのであり、こういう言論弾圧ということがですね、人を殺していく、でこの方は実は2月の7日に一生懸命この肺炎の患者を治すことによって、自分が肺炎にかかってしまって、そして彼も亡くなったんですね、2月7日にね。なるほど。でこれ亡くなられたの。それでこれに対して中国の、まあ、ネットユーザー7億以上いますので、もう中国の人民がみんなものすごく怒ってですね、そしてその言論の弾圧は人を殺すということで、絶対許せないということで、みんながこう憤りに燃え上がったんですね。でそのために習近平さんはタジ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 となってですね、これはもう危ないと、一党支配体制が危なくなるかもしれないというので、まあ、また彼はこの嘘の上塗りをしてですね、1月7日に、自分はちゃんと、警告を発したというようなことを言ってるんですよ。中共中央政治局常務委員会というのを開いて、そこで。最近ですか。2月の15日になって、2月15日になって、突然、そういうこと言い出した。私は1月7日に、開催した、中共中央政治局常務委員会委員の会議でそれを言ったと言うんですよ。で言ったんなら、なんであなたはその後旅行にミャンマーに行ったの、そうですよ ね。それからなんでその後19日から21日までは、今度彼は、雲南に行ってるわけですよ。雲南に行って、そこで春節のお祝いをしてるわけですよ。でもちろんマスクなんかしてるわけもない、もう、写真をこう見ていただくとわかるんですけども、本当に満面の笑みでですね、めでたいめでたい、その、雲南巡りをやってるわけなんですね。で、それなのに、その時、重要指示を出したのは1月20日。1月20日、彼は北京にいなかった。19日から21日まで雲南にいたんですから、1月20日、彼は北京にいなかった。じゃあ、北京にいなかった時のに、どうやってこの重要指示を全国に出したのかというと、これは先ほど申し上げた蒋南山さんという人が北京に戻って、大変だよと、これは SARS と同じようなことになるよということで李克強に報告して、で李克強とそれから国家衛生健康委員会の人たちが、まあみんなが集まってですね、これはダメだというので習近平さんに知らせて、自覚してくださいと、これは大変なことだということで、1月20日に20日に初めて重要指示っていうのを出すに至ってるわけですよ。それなのに俺は1月7日にちゃんと、警告を出したと、そんな愚かなことを言ってるのね。で、1月7日の新華社が、発表したプレスリリースをした、中共中央政治局常務委員会の会議の、その内容を見ますと、そこには一言も武漢の武の字も書いてなければ、新型、コロナウイルスの死の字も書いてないのね。で、1月5日にはちゃんと、上海が、もうこれは新型コロナウイルスですと、歴史上未だかつて見たことのないような恐ろしいウイルスですと言ってるのに、それを無視して、忖度政治の、武漢の、いや、問題は解決してますっていう、そちらだけを信じて自分は動いていたわけじゃないですか。動いていたのが、今になってちゃんとやってたと。そう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 。そうそうそう。ね、さっきずっと話をしててね。そう。そう言ってるわけだから。そう。だから、だってそれは WHO のね、発言だって1月23日延期するとかね。そう。だったらそれは延期しないで。しないで。しないでくれよと。そう。ちゃんとやってくれよ。やってくれよと、むしろ逆に。それはもう世界に影響を与えるからと。全人類のために、これはちゃんとやってくださいと言うべきであって。でしょ、いよいよ大丈夫ですなんていうことを言うべきじゃないわけですよ。だからどっからどう見てもそれは嘘だし、新華社のそこのプレスリリースにもそんなことは一言も書いてなくて、全人代の準備をするための事情聴取をしましたっていうことしか書いてないんですね。こんな後付けのこの嘘を言うということ自体がですね、こういうその、新型コロナウイルスによる肺炎によるパンデミックですね、もうパンデミックと言っていいと思うんですよね。まあ、そうでしょうね。この状況を生み出したのは習近平であると、その真犯人は習近平であり、そしてこれもぜひとも、習近平でありですね、かつその一党支配体制および言論弾圧なんだと、で
その習近平さんをですね、国賓として日本に呼ぶって何事かと、もう私はこれは尋常ではないと思ってますね。なるほどね。何のために彼を国賓として招聘する、どこに彼にその価値があるのか、これは罪人ですよね。罪人ですよ、本当にね。大きな犯罪を犯した、人になり、全人類を今困らせてるわけですから、その人をその国賓として呼んで、まあ、天皇陛下に拝謁することになって、握手をして、その、映像をですね、全世界に流すことによって、免罪符を売る。日本国及び日本の天皇陛下が私を歓迎して、私は、を責めなかったと、すなわち私はちゃんと立派にやってたんだ、ということをこう、全世界に見せるための、映像としてそれを作りたいっていうのが、まあ、習近平の狙い。それであれでしょう、3月5日に全人代を予定されてますけど、それ延期するようなことになるんじゃないですか。そう、延期しましたね。ね、それは3000人も集まるわけですから、代表、まあ、議員ですね、いわゆる国会議員に相当した、全人代の代表って言いますけれども。これはできないと。これは、この人たちは、そう、3000人も集まったら、国内がもう、それだけ混乱してれば、国内日本に行くってこと自体もうおかしいじゃないですか。国内の問題で、行けなくなるんじゃないですかね。行けなくなるはずなのに、2月15日にですね、まさにその、旧ゼっていうのにですね、習近平が1月7日に自分は言ったんだよっていうようなことを発表した、その同じ日にミュンヘンで、茂木外務大臣と、それから王毅外相が、会ってですね、予定通りやりますと。予定通りやりますと、こう言ったわけですよ。で、中国としては2月15日っていうのは一つの、まあ、こうキーポイントになるような、エポックメイキングになるような一つのこう日付でして、その日に旧ゼでバーッとこう旧ゼという、まあ中国共産党中央委員会の月刊誌みたいなも雑誌なんですけども、機関誌なんですね、雑誌の方の誌なんですね。で、そこで、こう、その習近平さんが1月7日に言いました。ちゃんと私は警告してます。私はちゃんとやってます。っていうのと同時にですね、もう習近平さんはもう追い詰められてもうどうしようもないので、G7 の国家の一つである日本。この日本国の、人が、私を認めてるんだということを全世界に知らしめることによって、なんとか自分の地位を保とうと、一党支配が崩壊しないようにしようと、必死なわけですよ。だから2月15日にミュンヘンで、王毅さんが、持ちかけて、で、やっぱり、じゃあ予定通りやりましょうということで、茂木さんがそのように言ってですね、それが日本でも報道されたわけなんですが、こんなその習近平さんの個人のメンツを保ち、個人のこの犯罪を隠すために日本が手を貸すなどというようなことは、絶対にやってはならない。なるほどね。はい。日本のこう国民の命を犠牲にしてまで、何のために彼を国賓で招かなければならないのか。そのことを考えるとですね、このコロナウイルスと、習近平国賓というのは切っても切れない、話になりますのでね、私は声を大にしてそれを言いたいですね。それで話を少し変えますけれども、経済ですね。だから、まあ、中国経済がどんな風になるのか、それでさらに日本経済はどういう風に影響を受けるのか。そうですね。その辺ちょっと、そうですね。今どうなんですかね。そうですね。はい、まあ中国経済はもう本当にその壊滅的な打撃を受けている。これはもう間違いないですよ。出勤しちゃいけないんだから。で、習近平さんはついつい、2、3日前ですか。あんまり厳しくやるなと。この厳しくやるなっていうのは、その、新型コロナウイルスの肺炎に関する、これを食い止めるということのために、これもダメ、あれもダメと、交通も全部こう遮断してですね、街に出るのもダメというようなことをあんまり厳しくやると、今度経済に、ね、弊害をもたらすので、ほどほどにやらなきゃいけないというようなことをまた今度相矛盾することをまあ言ってるわけですね。わからないじゃないですよ、もちろんね。わからないじゃないけども、実際上は相矛盾することを言っておりまして、それでみんな今のところですね、出勤はできないので、できるだけ、その、電話で、いろいろとテレワークと言いますか、ネットとか電話とかいろんなものでこう、仕事を稼働させる。で、そうなると AI とかですね、そういうような製造業に影響を受けますよね。そうなんですけどね、AI とかそういうようなものが、いかに重要かということになっていくわけですよ。そうすると、皮肉なことにどうなるかわかりませんよ。この一党支配体制が崩壊すれば、もうみんなの不満がピークに達して崩壊すれば、
それはそれで一つの綺麗な結末を迎えてくれるので、うん、それはそれでいいことだと私は思いますが、うん、もしかしたら、うん、そうならなくて、うん、ハイテクの、超ハイテクの、うん、もう本当にこう、紙幣もなくなるというような形のですね、いわゆるそのデジタル人民元、うん、ブロックチェーンというのを使ったですね、うん、新しい技術を使ったデジタル人民元というものを、うん、前面に出すという方向に動くかもしれないし、うん、それからその AI とかドローンとかいろんなものを使って遠隔操作によって製造業もいろいろとやっていくと、うん、機械でね、うん、いうその働き方革命みたいなものがですね、皮肉にもそこから出ないとも限らないというですね、まあ恐ろしい分岐点を今私たちは目の前で見ることになりますので、うん、しばらくの間ここから目を離すことはできない。そうするとあれですね、中国の監視社会がもう確立すると。そうですね。この問題に対して逆にね。で、逆にまあ監視社会がどれだけ素晴らしいかということを、うん、まあ今、アピールしてるわけですね、うん、で監視社会でそのプライバシーの侵害ということで、うんうん、まあ、不満を持っていた人たちも、うん、まあ、あの保菌者 の、まあ、あのウイルスを持っている、うん、A さんがこのように動いた、ここにで誰と接触をしたっていう、それをトレースが全部できるわけですよ、うん、なるほどね、監視社会で、うん、そうするとこの人が立ち寄った場所に行っちゃいけないよとか、うん、この人が接触した人とまた接触しちゃいけないよとか、うん、いろんなことも全部わかるわけですね、うん、でめちゃくちゃなプライバシーの侵害ではあるんだけど、うん、でも自分の命を守るために必ずしも悪くないっていう気持ちが今出てきますね、出てきてんですね、うん、とても皮肉な恐ろしい現象が今出てきておりましてですね、うん、果たしてどの方向に行くか、うん、これが思わぬ方向で働き方改革に、中国が壊滅する前にその方向に動くかもしれないし、まあ、徹底的に壊滅してしまうかもしれないし、うん、今はそこの分岐点にいるかなっていう感じはしますね。そうするとだから自由な言論はもう封殺されるわけですよね。完璧に封殺して、うん、だからそういう意味で言うと結局日本、中国共産党のやっぱり問題点というのはですね、何なのかというところをですね、もう一度その辺かいつまんでご説明いただけますか。まあ、中国共産党のその問題点というのは、ね、一党支配体制でこうピラミッド的にこうやってるためにですね、うん、実は武漢の役人のように上だけしか見てなくって、うん、人民のことなんか何も見てなくって、うん、忖度でやっているので、うん、実はすごく脆い、非常に脆弱なものである、うん、本当に強固な、権力基盤といいますか、うん、権力構造といいますか政治構造が出来上がってるのかって言ったらそうじゃなくって、うん、恐怖によってのみこのピラミッド構造を作っているに過ぎないっていうのがまず一つと、うん、それからそういう忖度をしたことによってこれだけパンデミックを起こさせてしまったっていうことと、うんうん、言論弾圧をすることによって、うん、当然一党支配体制を維持するためには言論を弾圧するしかないですね、うん、自由にものを言って、一党支配体制はおかしい、習近平はおかしい、共産党はおかしいなんて言ったらもうすぐさまこれはもう本当にその人の命は終わりますね、うんうん、したがってそういうことが言えないというような状況を作ったことによって、うん、李文亮のような、うん、犠牲者を出してしまった、うん、したがって言論弾圧というのも人を殺すんだ、うん、この李文亮を殺しただけではなく、うん、今何千人という人がこう亡くなっていってるわけですよね、うんうん、で、何万人という人が今肺炎にかかってるわけですよね、うん、で今この肺炎にかかった人に接触をした人が何十万人、50万人ぐらいいるんですよ、うん、中国で、うん、もうちゃんとディテクトした、チェックしただけで、把握してるだけで、50万人ぐらいいるんですよ、うん、そう、この人たちが二次感染、三次感染で、またどん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 広げていくわけですよね、うん、でこのように、命を奪っていく、うん、これが一党支配体制であり、うん、一党支配体制を維持するための言論弾圧であると、うん、だからこのような政治体制というのは、うん、一見今まで、うん、経済的に非常に効率が高いように見えたけれども、うんうん、そうじゃないんだと、ね、民主的な協議を経て、ね、協議を経てやっと決めるんじゃなく、うん、上がバーンとやれっつったらバッと開発してしまうというようなことで効率が高いというふうに一見こう肯定的に見るようなところがあったかもしれないけれども、うん、結果的には人類を滅ぼすんだということですよ、うんうん、そのことを私たちは
認識しなければならないし、うん、もちろん民主主義っていうのが、必ずしもその脆弱性があってですね、民主主義、うん、今の民主主義が、パーフェクトだとはもちろん言いませんよ、うんうん。よろしくない点がたくさんありますよ、今もね。うんうん、日本の民主主義もそうですし、うん、アメリカの民主主義もそうですし、うん、それはたくさんあるんですけれども、うん、そうは言っても、うん、なお、一党支配体制による、うん、中国共産党の統治というものは、絶対にあってはならない、うん、ということを如実に今回のパンデミックが表したんだと、いうふうに私は結論付けることができますね。うんだから中国との日本の、うん、まあ先ほどね、日本の経済のこともおっしゃいましたが、うん、中国にだけ寄りかかって、うん中国は素晴らしいんだ、素晴らしいんだというようなことでですね、うん、まあその、田原総一郎さんとの対談本ですが、あね、まあね、その、ねはい、彼氏はですね、ねはい、まあここに書いてあるようにですね、うん、中国とは仲良くすべきだと。うん何が悪いんですかそうですね。っていうのが、まあ、彼のすごい主張なんですね。そうですね。主張ですね。それに対して、遠藤先生は、習近平を国賓として招くべきではないと。そう。その通り。まあ、いうことを言われて、ね。そう。そこで言われてましてね。それで、あと、もう時間ももうだいぶ来ましたから、あとは、その、この本をまあ読んでもらってですね、これからあれですよね、今月の26日に月刊花田が出るんですよね。はい、そうなんです。でそれにだから新型肺炎パンデミック、真犯人は、うん、習近平というそのスクープ記事といいますかね、はい、あの遠藤さんの論文が、直近の論文がこう出ると、まあ、いうことでですね、もうそれをがっちりこれを見ている方はですね、購入、本を買ってもらって、読んでもらうと、その後ががっちりわかると、まあいうことですね。ありがとうございます。ねえ。で、まあ日本経済はですね、すべてその中国に寄りかかるということがどれだけ危険かっていうことは、これでもよくわかったと思うので、うん、中国は一党支配体制であるんだということをしっかり認識して、うん、そうですね。はい。もっと他の可能性を。自由と民主主義の国じゃないんだと。はい。そういう意味では、その、中国の今のシステムというのは非常に危ういんだと。そうです。で、その問題を今回、露呈したのがですね、新コロナウイルスの問題であったと。そういうことですよね。そう。だから日本の企業は、うん中国にだけ、寄りかかって、うん経済を進めていくべきではないんじゃないかというふうに私は思いますね。うん、そういうこともよく考えて。考えて、そのことも考えて、はい。やっていかなきゃいけないと。はい。まあいうことをですね。はい。まああっという間にこう時間が来ましたので、そうだったんですね。またさらに聞きたいと思ってたんですけど、まあ今日は今回そういうことで終わりにしましたけれども、はい、あとはまたね、いろいろとまたこれからもよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。